続きましてタイトルマッチの調印式を行います。第16試合 K-1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチ、青コーナー挑戦者日本、 K-1 ジム総本部チームペガサス、第2代クラッシュバンタム級王者郡司大翔選手の登場です。22歳、3連勝中、ここにたどり着きました。3年ぶりの対戦へ、捕まえられるか。対戦相手です。赤コーナー日本、月新会チーム侍、 K-1 ワールドグランプリフェザー級王者椿原達也選手の登場です。同い年22歳、大阪府は門真市出身、初防衛戦です。さあ、ツーショットとさせていただきます。両選手お願いいたします。一番奥のムービーカメラにも目線をお願いいたします。ご着席ください。そして中村プロデューサーもご着席ください。ただいまより K-1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチの調印式を行います。これより調印証へ署名をしていただきます。はじめに王者椿原達也選手からお願いいたします。続きまして挑戦者郡司大翔選手、お願いいたします。最後に中村プロデューサー、お願いいたします。ありがとうございます。これで無事に署名が終了いたしました。それでは出場選手から試合に向けての意気込みです。 K-1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチ、アンダー 57.5キロ、青コーナー挑戦者郡司選手、いかがでしょうか。そうですね、まあ明日やっと来たかって感じと、あと多分みんな予想してるのは多分逃げられるんじゃないかなって思われてるんで、まあ明日はしっかり捕まえて倒そうかなって思ってます。ありがとうございます。続きまして赤コーナー王者椿原達也選手、お願いいたします。オース月新会チーム侍、椿原達也です。必死こいて練習してきたんで、明日の試合が楽しみです。オース、ありがとうございます。さあ、続きまして質疑応答とさせていただきます。いかがでしょうか。記者の皆様、マイクいきます。お二人にお伺いしたいんですけど、まず計量を終えて今の、まあ、調子というかコンディションはいかがでしょうか。計量終了後のコンディションですね。郡司選手、いかがでしょう。そうですね、まあまあ、いつも通りというか、まあ、過去一番いい状態かなっていうのは感じましたね。今現在の状態、チャンピオン椿原選手、いかがでしょう。そしてこういいも悪いもない、めちゃめちゃ普通な感じなんですけど、まだ食べたいもん全然食べれてないんで、今からちょっと食べに行こうかなと思ってます。今回がまあお二人にとってまあ5回目の試合ということで、まあしかもイーブンということで1勝1敗、アマチュア1勝1敗、プロ1勝1敗ということで、
もうイーブンなんですけども、そういった部分で決着がしっかりとした決着が求められると思いますけども、そういった部分でお二人はどんなパフォーマンスを、見せたいと思っていらっしゃいますか。どんなパフォーマンス、アマープロを通じて5度目の対決、チャレンジャー郡司選手いかがでしょう。まあここでまたなんていうんですかね、判定決着微妙な感じで勝ったとしても、なんか周りからも言われるだろうし、また6回目あるかもしれないんで、まあ、しっかりここで差をつけて、まあ、倒して勝てば、まあ、文句ないかなっていうのは思ってるんで、しっかり倒そうかなって思ってます。はい、ここまで道のりありました。椿原選手はいかがでしょう。しっかり倒して、もう6回目はもう椿原とは戦えへんなっていうふうに思ってもらうような試合をしようと思ってます。ありがとうございます。郡司選手にお伺いしたいんですが、こう K1 のこうベルトへの思いというのを、まあ、聞かせていただいてよろしいでしょうか。まあ、K1 のベルト、まあ、初期から始まったっていうか、まあ、初期から見てたんで、まあなんですかね、まあ、K1 のベルトはすごい格闘技やり始めてからずっと欲しかったベルトなんで、まあ、しっかり明日、しっかり勝ってベルトを巻きたいなって思ってます。椿原選手もそのベルトの、まあ、思いを聞きたいんですけども、まあ、今回は挑戦者を迎える立場になったわけで、まあ、ベルトに対しての、まあ、思い、変わった部分、あとは、まあ、そうですね、思いがあれば教えていただけますでしょうか。3月にベルト取れてから9ヶ月ずっと一緒におるんですけど、もう部屋でも結構一緒におるし、外で歩くときも結構一緒におるんで、多分ベルトも僕から離れたないと思うんで、今回もしっかり勝ってベルトが僕のところに帰ってくるようにしようかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ引き続きご質問ございます方いかがでしょう。はい、椿原選手にお伺いしたいんですけども、今ベルト外に行くときも一緒っていうのはちょっとどういうことですか。こう挨拶回りもさせていただきますし、それこそ友達にもちょ見てみて言うてベルトを自慢しに回ってるんで、もうせっかくね自慢してずっと一緒におるベルトがなくなってしまったら僕も悲しいし、やっぱりベルトは強いやつのところにずっとおると思うんで、明日もしっかり勝ってこのベルトは一緒におろうかなと思ってます。ありがとうございます。続いてはいかがでしょう。よろしいですか。ありがとうございました。選手の皆さん、一旦ご降壇ください。